はい、実写動画配信第2回を迎えました。どうもこんばんは、陽平です。ピカーン。これやっていきますよ、ずっと。さあ、今回の動画配信はまあお食事でございます。まあ関東、まあ、JR の駅のところにあるニューデイズというコンビニがございます。そこのコンビニがですね、なんと10種類のパン、美味しくなかったら閉店しますっていう、すげえ強気な、いや超強気なキャンペーンをやっている。これは正直もう、まあ私も YouTuber の端くれでございます。 YouTuber のド端くれ、ド端くれという感じで、ちなみに一発勝負です。なんなら編集点作ろうか。まあ私も YouTuber のド端くれとして、まあこの企画に乗らないわけにはいきません。なので、まあニューデイズでパンを買ってまいりました。それがこちら。まずこちら、粗挽きポークウインナー、チョコ尽くし、ハムカツ焼きそばパン、タルタルチタケの白ごまチキンフィレ、そしてこちらの厚切りハムチーズの5個です。ちなみに10種類ありまして、残り5個はですね、皆さんで検索してください。真摯に紹介とかしません、ググれ。ということでですね、今回このうちの、まあさすがに5個全部食べるのも、まあ嫁もいますからあれなんで、今回は最初に紹介した3つ、粗挽きポークウインナー、チョコ尽くし、厚切りハムチーズを食べたいと思います。まあよくさ、やからがやることでうまいんだけどまずいっつって返金してもらうっていうパターンありますが、私はちゃんと正直に審査をします。うまけりゃうまいって言いますし、まずけりゃまずいって言います。一切忖度しません。ではまずですね、こちらの厚切りハムチーズからいただいてみましょうか。お皿がなかった。でまあこちらが、あ、生地がねしっとりとしてますね。でちょっと半分に切ってみましょうか。半分に切るとこんな感じ。あんま意味ねえな。半分に切った意味ねえな。じゃあいただきましょう。生地がねすごくねしっとりしてる。でもね、この生地だけじゃなくて、その後ちゃんとハム、このハムとそしてこちらのチーズがちゃんと追っかけてきてくれる。まあ、最初に生地が来て、ハムが来て、チーズ来るっていう、どんどん後から乗ってくるっていう、これ、うん、普通にうまいです。
これはですね、返金いりません。普通にうまいです。じゃあ続きまして、こちら粗挽きポークウインナー食べてみましょう。先ほどは失礼いたしました。これ今私が使ってるスマホギャラクシーのやつで、この温度がね一定以上上昇すると自動的に止まっちゃうシステムになってるんですね。まだ動画撮影不慣れな私をお許しください。まあこれは 2.2 バージョンとして、もしかしたら 2.3 とかいいかもしれませんけど、その辺ご了承ください。もう一個食っちゃったんでね、これつなぎ合わせとかできんのかね、編集で。まあよくわかりませんが、まあ次行ってみましょう。次はこちら、先ほど紹介した粗挽きポークウインナー、見てください。こちらですね、そんなにでもマスタードの量はないっすね。ちなみに僕はこれ系統で言うとケチャップが塗ってるやつが好きです。別にマスタードなんちゃありませんよ、マスタードも好きですよ。食べてみましょうか。パンのねこの部分にもね味がついてるんですね、甘い味が。でこの甘いのとソーセージのこのパリッと感、これとそしてこのマスタードの辛さ、これ全部が全部ちゃんとマッチされてます。すごく合ってます。It's summer sun, running on the beach. For all the times we had together, mid-Easter fade, fading away. You said our love was forever.非常に美味しかったです。あ、こっちです。邪魔になっちゃうかな、大丈夫かな。こちらの粗挽きポークウインナー、ご返金いりません。まあ返金ないぐらいうまかったです。最後こちらのチョコ尽くし、まあデザートとしていただいてみましょう。おお、はい、これはあれですね、チョコチップメロンパン好きは好きでしょうね、これ。ちょっと切ってみましょうか。切ったらこんな感じでーす。あ、チョコレートがこの2層になってんのかね。なんだろう、この薄い部分とそしてこのブロックチョコの部分。ちょっと4つに切ってみましょうか。こんな感じになるわけですな。まあ、しっかりとこの断面図もしっかり見せていこうっていうのが私の動画でございます。ではいただきます。チョコ尽くし、うん、うまっ。あ、すっげえうまい。これはもうね、メロンパン生地のサクサクと中のチョコレート
のしっとり、さらにブロックチョコレートのところもの食感もあって、これもね本当にうまいです。ティルついてないね。食べましたけど、全部本当に美味しかったです。まさに看板に偽りなし、本当に美味しいパンでした。ニューディーズが、ある方ぜひ行ってみてください。ま、自分の好きなパンを買って食べてください。その返金できる対象ですね、全部じゃないからね、10種類だけですよ、返金できるやつは。ぜひ食べてみてください。ということで、第2回の、動画の方をこれで終了します。ありがとうございました。